6、7、8、9、若干低く相手の水落ちにドンとついていく。ね。こう、チャッと入って、タイミングよく入れば相手がフッとここで息が止まるから。ね。6、7、相手のあんまり効かないところを無駄に打つよりも、急所をしっかりと狙って、タイミングよく入れば、それで一発で効いてくれたらそれで一番楽じゃないですか。ね。関係全然効かないところ10発も叩くより本当に効くところ1発パンと打った方が一番楽だよね、組み手ってね。そのためには基本稽古で制限好きって言ったらやっぱり水月をきちんと狙ってつく、こういう動作が大事になってくる。また3、4、5、7、6、7、8、9、10、はい、倒れ。よく回し蹴りとか蹴りとかやるときにこう手でバランス取りなさいっていう人いるけど、こうやってしまうとガードも下がるし、ね、手でバランス取らなくちゃ蹴れなくなってしまうんで、なるべく基本稽古と一緒で帯を掴んで蹴るっていうのは手の反動を使わなくても蹴れる。自分の軸をまっすぐにする。そのために帯をも持って蹴るんだからな。だから必ずこういう稽古から始まって組手になって組手立ちになってもなるべくこのまま蹴れるよ。このまま蹴れる。あんまりこうやって手でバランスを取るっていうことをしない。もうやらない。ね。これ一緒。はい、少し休憩します。高いで。よし、水分取って。